はい、スーダンブランです。今回もですね、先週の、大仙山に引き続き九十の山に登ってきました。後ろに見えている三股山ですね。三股山からの、紅葉も綺麗ということで見てきたんですけども、本当に綺麗でしたね。紅葉が感動しました。特にですね、見どころは鍋底です。今回の登山の見どころは鍋底ですね。本当に紅葉絶景が広がっておりましたので、ぜひ最後まで見てやってください。よろしくお願いします。はい、2日連続の九十にやってきました。今日はですね、長者原の方から三股山の方に登っていきたいと思います。昨日がですね、大仙山の方で、紅葉、めちゃくちゃ綺麗な紅葉を楽しんで、三股山の方も結構紅葉がですね、もうピークということなので、登ってですね、また紅葉を2日連続で楽しみたいと思っております。三股山っていうのがですね、はい、この長者原の、垂れ原湿原か、もう、九十のシンボル的な感じになってますね。長者原の駐車場から正面にドドンと見える、九州百名山の一つであります。こちらに登っていきたいと思います。はい、今日はですね、天倉が A です。最高の天気で風もありません。気温は若干昨日よりは下がってるんですけども、とても歩きやすい登山日和となりました。長者原からですね、菅森越しの方に行く、この登山道初めて使うんですけど、やっぱ晴れたらとても気持ちがいいですね。はい、今の道まっすぐ行くと三股山と菅森越えなのか、菅森越えとか菅森越しとか菅森越しって呼んでる人がいたので、自分は菅森越しと呼んでたんですけど、越えでもいいのか、まあ、とりあえず菅森を越えれば、ね、問題はないと。どちらでもいいんですよ。菅森越えでも越しでも越えることに意味があるんでね。はい、まずは菅森越しの方に行きたいと思います。はい、アスファルトの道をずっと歩いてくるとですね、この菅森越えコースの、看板がありました。分岐ですね。ここを登っていきたいと思います。はい、道中ですね、ずっと三股山が見えております。やっぱりどこから見ても 1,2,3,3 つの峰が、あ、でもここ4つやな、まあ、気にしない気にしない、3つの峰が見えてますね。はい、3つです。はい、岩がですね、ゴロゴロ系の道になってきました。九十の、あっちですね、中岳の方に行く道に近いような感じがします。はい、今菅森越えに行く途中なんですけど、ここも若干渋滞してきましたね。やっぱりね、ドピークなんでこの道も人は多いようです。結構先の方まで声は聞こえております。いやー、ここも景色がすごく良くてですね、正面の方に黒岩が見えておりまして、下の方ですね、長者原がもんなに小さく見えますね。はい、で三股山も見えると、ずっと見えてます。 1,2,3 三股です。さあ、このね、すすきの道がとしちゃんも言ってたんですけど、結構滑りやすいですね。はい、開始から40分ぐらいですね、菅森越えと、あと大曲登山口の合流地点にやってきました。はい、これからですね、菅森越えをまだまだ目指して登っていきたいと思います。はい、だんだん三股山が近づいてきております。はい、正面の方に三股山が見えてるんですけども、この後ろ側ですね、後ろ側、反対側に行くと、大曲登山口といって、山並みハイウェイ のヘアピンカーブのとこから、登るコースもあってですね、まあ、そっちの方が時間は短くなると思いますので、そこから来られる方も結構多いです。はい、本当はそっちから行きたいなと思ってたんですけどもね、なぜか知らないですけど、長者原で止まってしまいました。はい、落石注意の看板が出てきました。本当にね、これ落石しそうですね。めっちゃ怖い。こういうちょっとね、足元悪いところを登っていきます。はい、あっちがですね、三股山に続く道なんですけども、人がすごい多いですね。大行列です。大行列というか大名行列ですね。あれはすごい人がいますね。ツアーで待ってるのかっていうぐらい人がいます。途切れることがないようですね。あの中に入っていきたいと思いますよ。はい、今10時で登山開始から1時間ほど経ちました。こんにちはとおはようございますが入り混じってる時間帯となっております。はい、以上です。おはようございます。今日は三股山に、はい、一回家帰って、あ、帰ってます帰ってます。はい、九十を通いです。はい、通いできてます。
そうです。ダンディー登山の西谷さんと幸太郎さんが降りてきております。昨日もお会いしました。会いました、うちの。はい、ご一行様とは、はい、先ほど話しました。今日お一人？一人です、今日は。もともと二日連続一人で。YouTube 上げますまた。上げます。俺も上げようか。上げよう。あ、本当ですか、うん、何を喋ったらいいの？ブラウンと会いましたって。あ、わかりました。はい、菅森小屋の方に到着しました。菅森小屋の方ですね、ちょっと一回ここで休憩を挟みたいと思います。今日は本当人が多いですね。めっちゃ人います。ですね、多くてちょっと鳴らしていいか迷うとこなんですけども、一応鐘は鳴らしときましょう。では、これから三股山の方に登っていきたいと思います。はい、菅森小屋のね、菅森小屋というところから、三股山、これから結構急登になってきます。はい、これからですね、向かう、三股山なんですけども、5つほどピークがありまして、あとですね、その他にも大鍋小鍋っていう火口がねあって、その周りを、回るという、お鉢巡りですね、お鉢回りとも言ったりしますけども、そういうのができます。で、今回はですね、どこだ、今回のコースはですね、西方、第4方、南方、北方、本方と、ぐるっと回る、お鉢巡りならぬお鉢巡り、この数字の8ですね、8の字に回りたいと思います。合ってるかな。西方、第4方、南方、北方で本方ですね。で、また第4方の方に行って降りてくるというお鉢巡りならぬお鉢巡り8の方ですね。これを遂行していきたいと思います。大鍋小鍋のところの紅葉がね綺麗ということなので、そちらも楽しみに登っていきます。はい、昨日トッシーに聞いてたんですけど、やっぱ黒土でツルツルですね。まあ、乾いてはいるんですけど、結構滑りやすいところも出てきます。はい、分岐の方まで登ってきましたけども、やっぱ人が多いですね。よいしょしょ、ちょっと隠れて撮影します。結構景色がいいですね。九十連山の方から、あっちが大山の方ですね、昨日登りました大山の方が見えて、こっちが今から登っていく三股山の方です。この正面に見えてるのが第4方かな。で、その奥が南方で、さらに奥の方に北方とがありますので、頑張っていきたいと思います。はい、上まで上がってきました。まずはですね、西方の方に行きます。どう言ったらいいんやろ、左回りみたいな感じになるのかな、時計回りかな、地図的には時計回りみたいな感じで進んでいきます。はい、まずは西ですね、西方の方に着きました。人多すぎてちょっとやりにくいな。はい、西方ですね、標高が1678メートル。はい、ここはね、あの分岐の方からすぐ着きました。はい、ご要望もねありますので、パノラマで撮っときたいと思います。今、こっち見えてるのが福岡方面ですね。はい、正面の方にはですね、なんと、羽山の奥に彦さんも見えております。ちょっと福岡帰りたくなりますね、ホームシックです。はい、で、正面の方が本邦がある方ですね。で、こっちが大山、昨日行きました。はい、では登っていきたいと思います。はい、正面見てもらったら分かると思うんですけども、ずっとね、山頂の方まで行列が続いておりまして、ここもね、まさに大名行列という感じになってはいますけどもね。はい、やりにくいな、非常にやりにくい。正面に見えてるのが第4方かな。その手前に、若干ですけども紅葉が見えてます。いやー、人がね非常に多いですね。喋りにくい喋りにくい。はい、めっちゃ紅葉が綺麗なとこ出てきました。上の方まで、4方まであと少し。結構きついな、登りが。全部回れるかな。でも今日なんかね、逆にもう変なエンジンかかっててですね、汗はダラダラなんですけど、なんかイケイケで登れそうです。はい、人が多いですけど、本方と南方の分岐の部分ですね、8でいうと真ん中の
キュッとなってるところですね。これを右に行って、南方、まあ、第4方を経由してからの南方に行きたいと思います。はい、今第4方の方にたどり着きました。標高が1734、結構上がってきましたね。はい、三股山 IV と書いて第4方ですね。ここはね、なんか途中か、そんなに広くないな。景色はどうでしょう。はい、景色パノラマで撮るとこんな感じですね。これが、本邦の方で、まあ、福岡方面ですね。で正面の方に由布岳が見えております。はい、で南方の方です。で奥に大山、はい、で祖母が見えて、こっちが九十連山の方で、奥に阿蘇も見えております。こんな感じですね。はい、4方ですね。10分ぐらい休憩してこれから南方の方に向かいます。南方はですね、はい、こんな感じで正面に見えてるところですね。結構あの紅葉が綺麗になってます。はい、南方に行きます。なんかですね、あのさっき若い女の子におっちゃんが説明してるのを盗み聞きしたんですけども、南方から下に降りれるのかな、ダメ底に降りて紅葉が見れるみたいなことを言ってたと思いますので、鍋底、大鍋小鍋のことだと思います。行ってみよう。はい、これ南方ですね。南方の紅葉がすごく綺麗です。美しい、昨日の大仙山みたいな感じですね。南方の半分が紅葉しております。はい、これから南方の方に上がっていきます。結構急ですね。もうオレンジがねめちゃくちゃ目に優しくて気持ちいいです。これ、まあ、登山道の中入っていくと、もうちょっとこのオレンジが見えなくなってくると思いますので、一時の見納めです。でも本当に綺麗です。南方まで上がってきたんですけど、人がめっちゃいますね。標高が1743メートルと結構高いですね。めっちゃ人多いんであんまり映せない。見える景色的にはさっきとそこまでは変わらない。正面の方が第4方ですね。はい、ここまで変わらないです。はい、南方ですね、標高が1743メートル、結構上がってきましたね。ここも一回ね下がって上がってくるという、めっちゃ人が多いんで本当にやりづらいです。はい、景色的にはそこまでですね。非常にやりづらい。はい、これからですね、一回下って北方の方に行きたいと思います。はい、正面に見えてるところですね。めっちゃ紅葉綺麗です、北方の方が。南方から北方までがだいたい1時間ぐらいか。はい、まあ、南方はですね、もう本当に人が多くてちょっとやりづらいところあったんですけども、何かですね、お声掛けいただいて本当にありがたい限りです。はい、ですね、今、南方から北方の方に向かっているんですけども、もうちょっと先に鍋底に降りれるところがあるみたいですね。はい、南方から下ってくると北方と本方の分岐がありました。ちょっと、ここ分かりづらくなってますね。この看板の通り行くと北方みたいです。よいしょしょ。こっちがねちょっと細い道になってますね。はい、前に人が行ってるので助かりました。はい、こっち側ですね、棒ヶ鶴が一望できます。正面に比寺と大仙という感じで、すごく眺望がいいところが出てきました。はい、南方を下ってきております。結構綺麗ですね、紅葉が。よいしょ。昨日ね、棒ヶ鶴の方からこっち見た時も綺麗でしたもんね。で、なんかですね、結構声が聞こえてきます。運動会でもあってんのかっていうぐらい声が聞こえてきます。はい、今南方と北方の間ぐらいですね。多分ここみんな通っていってるんで、多分鍋底に降りれるんだと思います。下降りれるんですよね、ここ降りれます、鍋底の方に。はい、ここがですね、大鍋の鍋底に続く道みたいで、こっからなんか歩行の方にも行けるみたいですね。あれでもそうなるとお鉢巡りになるのか。まあいいか、お鉢巡り、形はいびつかもしれないですけども、まあ自分がですね、僕がお鉢巡りといえばそれはもうお鉢巡りなので、行きましょう。これを行ってから、歩行の方に行きたいと思います。はい、今大鍋の底です。この景色やばすぎ、めちゃくちゃ綺麗。昨日の大仙とね、どっこいどっこいかな、あの三池のところと、うわマジですごい。ここ360度鍋の中入ってるんですけども、紅葉です。360度の紅葉、
最高ですね。はい、ではですね、大鍋の鍋底も本当にいい景色で楽しめましたので、これから北方と、本方の方に行きたいと思います。ちょっといびつな形の八の字にはなりましたけども、まあ私がね八の字といえばもうそれはね八の字なので、はい、字は汚い方なので、ね、気にせず、北方の方に行きたいと思います。はい、結構上がってきました。ここがですね、重走路の、合流地点だと思います。北方もね、まあ、ちょっとなんですけどこっちも結構急登で、本方の方に立ってはもう壁みたいに見えますね。きついな、ここまで来るのにね結構時間かかっても体力も消耗してますので、なかなかきついですね。これから後半の登山がですね、はい、登っていきたいと思います。はい、では北方にトライです。正面に見えているのがですね、ワイタさんですね。沢山さんと一緒に登ったワイタさんです。北方、まあ登りはまあそんなにここからの高さはないんですけど、いかんせん体力がねない。異端児発見、異端児発見しました。ミヤマキリシマですね。秋なのに咲いてる異端児がいました。はい、正面に大山が見えてですね、もう、まあ、本当に今年はね大山とこの三股の、紅葉が見れて本当に幸せです。いやー、登ってきた。あそこかな、ちょっと奥の岩のところが北、北方かな。急登でね結構体力は失われて、もう残り体力も少ないですね。はい、三股山の北方に来ました。標高は書いてないですね。はい、これが北方からの景色です。めちゃくちゃ綺麗、一番綺麗かもしれません、この三股山の中で。はい、こんな感じですね。あれが南方 で、でこっちが本方の方かな。はい、こっちはねすごいさ、あの紅葉が。でこっちがふるさとの福岡方面ですね。正面に見えてるのが、はい、彦さんの方です。彦さん、こっちの方がですね、故郷の方もいらっしゃいますよね。はい、ぐるーっとね360度絶景が広がっております。はい、これからですね本方の方に行くわけなんですけども、ご覧の通りかなり崖崩れみたいなのがあります。これねすごい、ちょっと分かんないかもしれないですけど壁みたいになってるんですよね。それを登っていって帰るというね、私も本当体力限界です。はい、また戻ってきました。この合流地点ですね、北方降りてからの、こっちが本方の方ですね。本方の方はねやばいぞ、本当に壁です。わ、あんなところに人が、かっこいい。はい、今登山開始からですね5時間が経とうとしております。北方から本方に向かっている途中、ここがですね、この一番の山場だと思いますね。きついです。まあ山場っつっても、まあ、山なんで、ここ自体が山なんで、山場というかもう全体的に山場なんですけども、はい、本方までの道のりがね本当に一番しんどいですね今の中で。帽子の重さですらしんどいぐらいです。本当にねきついですよここは。でもねもう空も開けてきましたので、山頂に着くと思います。はい、本方の方まで上がってきたんですけどね、南方並みに人がいますね。一瞬南方かと思いました。本方です。ちょっと行きましょう。はい、着きました。ですね、ここは本方で1744メートル、高い、高いです。ここが最高峰ですね。パッと見本当に、ね、南方と変わらないというか、南方と見間違えるような感じですね。はい、これがですね山頂からの、パノラマですね。本方です。人が多いですね。でこっち由布岳の方が見えますね。はい、でぐるーっと、あ、こっちはねちょっと丘みたいになってて景色が、奥の方は見えないんですけども、あっちが、九十連山の方ですね。こんな感じで見えます。はい、これがですねさっき丘になってたとこから見た、風景です。正面の方に、南方が見えて、その奥に大仙山が見えますね。で奥の方はですね祖母も見えます。祖母山ですね、日本百名山。あ、ここめっちゃ綺麗。こっちもですね日本百名山の、阿蘇山の猫岳の方が見えますね。その奥の方に高岳もうっすらと見えております。お、ここじゃあ一目で日本百名山が3つ見えるのか。祖母と九十と阿蘇の方ですね。はい、絶景でございます。
はい、それではですね、本邦の方から正面に見えている第4邦ですね、あそこを経由して、ぐるっと、下っていきたいと思います。これでお鉢巡りですね。はい、一番最初のですね、南邦と本邦の分岐のところにやってきました。これからまた、最初みたいに4邦の方に行って、そこから下っていきたいと思います。はい、ではですね、人も少なくなってきましたので4本の方に行きたいと思います。今で登山開始から5時間半ぐらいですね、1時半ぐらいになりました。まあ、あとはですね、もう4本に登ってしまえばずっと下りなので、はい、もうあとは帰るだけです。よいしょ。もう本当にね、帽子ですらちょっと薄くなるぐらいの、疲労感ですね。昨日からもう登山が続いておりますので、はい、ではですね、三股山第4歩、2度目の第4歩ですね。4歩を2回ということで、4たす4で8、これにてお鉢巡りが完成ということですね。はい、疲れました。あとは下りだけです。来た通りですね、菅森の方にまで行って、長者針に下りたいと思います。はい、ちょうどですね、ホッケインが見える位置に来ました。今日はですね、まあ、下って菅森の方からホッケイン行って下ろうかなとか思ってたんですけども、体力的に厳しいですね。非常に疲れましたので、もう元来たコースで帰りたいと思います。はい、さっき、第4歩2回で、これで、お鉢回り完了ということで話はしてましたが、まだでしたね。これ下って、西方の手前の分岐のとこまで出ないといけなかったですね。そこまで来てお鉢回りが完了という、ちょっと早とちりしてしまいました。いやいやいや、これはひどいよ。もう6時間ですよ。これをね、登らないかんかった最後。はい、もうすぐなんですけどね、もう本当に冗談抜きできついです、この急登登るの。もうね、もう氷楼岩もあと2つ、あ、3つぐらいあるのか。氷楼岩も残り少なくなってきました。これを食べてね、一気に登りたいと思います。はい、今ですね、菅森から登ってきたところの、分岐に、到着しました。ぐるっとですね、回ってきました。これにて、三股山のお鉢巡りが完了と決断ということになります。ありがとうございました。いやー、非常に疲れましたね。まああとは本当にこれで下るだけなので、菅森の方に出て、長者丸の駐車場に帰りたいと思います。疲れました。はい、というわけでですね、今日は、九十の三股山の方に登ってきました。今ですね、下山してきて、長者丸のビジターセンターの方に着きました。今回は九十の紅葉ということで、大仙山と三股山、2つ行ってきたんですけども、特にですね、今回の三股山の、鍋底、大鍋の底から見る、360度紅葉に包まれる、景色というのはですね、本当に今まで見たどの紅葉よりも綺麗だったんじゃないかなと思います。この動画がアップされる頃にはもしかしたらもう紅葉シーズン終わってるかもしれないんですけども、また来年ですね、絶対見れると思いますので、登ってみてはいかがでしょうか。そして最後にですね、この2日間、九十歩いてきたんですけども、想像以上にたくさんの方からお声掛けをいただきまして、本当にいつも見ていただいてありがとうございます。これからもですね、頑張って動画更新していきますので、また見てやってください。そしてチャンネル登録まだしてないですよという方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。